午前3時にバトラさんがゲストハウスに戻られて、その後30分くらいで皆さんも解散されたんですね。ええ、そうよ。いい加減眠くなってきて、一眠りしてから仕切り直そうってことになったのよ。エリカも着実に基礎を固めているようですな。無駄なことよ。アリバイがあろうとなかろうと、わらわたちの存在を否定することなどできぬわ。金蔵は窓より逃れ、今や六軒島の霞を決して捉えることも否定することもできぬ。さしずめチェス盤の裏側にでも逃げ込んだとでも言えばいいのかしら。その場合はしまい込んだというのが適当でしょうな。そういえば例の第一の盤の死体、同じくしまい込んだのであったな。ええ、異界と人間界の狭間の私の暗黒にしまってあるわ。あの探偵気取りに見つけられることはあるまいな。当然よ、人間には絶対不可能だわ。確認する？念のためな。そしてわらわたちも今後のベルンカステル教の狙いを今一度読み直す必要があろう。敵を知れば百戦も危うからずですな。真に知れば百戦も戦わずに勝てるわ。いやいや、全く。おや、今回のゲームの第一の番の犠牲者は5人なのですか？ 6 人ではなく。おお、お師匠様ではないか。どこへ行っていたやら、心配したのだぞ。ゲームはもう第一の番を迎えて、ご覧の通り最初の犠牲者が出ておるわ。さあ、いよいよだ。ワクワクしてきたぞ。そうですか、ここのあなたは元気そうですね。何よりです。ん？わらわは元気と魅惑のボディ、あと気立ての良さくらいしか取り柄がないぞ。
今のところ出ている死体は5人。見ての通り首をすっぱりよ。なるほど。ジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、ゲンジの死体は誰が見ても一目で死亡が確認できるというわけですね。ん？赤か。まあ、お師匠様にケチっても始まらぬ。そうとも、死んだふりなど絶対にありえぬ。誰もが一目で死亡を確認できる死体であるわ。なぜリーヤは赤を？さて、しかし常にお嬢様のことを思われている方です。お嬢様に利する何らかのお考えがあってのことでしょう。ふん。なぜガープに死体を隠させたのですか？今回のわらわのゲームはすでに碑文が解かれているため普段とは変わっておる。今は夏日に仕え、夏日を守ることを目的にしているのだ。彼らの死体を隠蔽することがどう夏日を守るのです？向こうの手は大体読めてるの。多分これは夏日を追い詰めるための罠。おそらく第一の晩のアリバイを突き詰めていくと夏日以外の全員にアリバイが現れるのよ。夏日様は昨夜は最初に親族会議を抜けられ、その後はお部屋で一人でお休みでした。お気の毒なことに朝までアリバイが全くありません。金蔵の存在はすでに否定不能とした。しかし一つだけそれを打ち破る手が敵に残されている。なるほど。夏日を追い詰め、金蔵は存在しないと自白させるわけですね。敵の狙いはおそらくそんなあたりよ。親族会議をめぐる駒たちの動きからわらわたちはいち早く夏日の孤立を察知し、その罠に気づき、こうして手を打ったのだ。死体が消える。全員にアリバイがあり、運搬者は存在しない。魔女の存在を主張しつつ、同時に死亡説自体にも疑問を投じることで夏日をギリギリ容疑者から逃すことができるわけ。つまり夏日様は第一の晩の犠牲者だ。いとこ部屋で大勢がその死を確実に確認しているにもかかわらずですか？確認など赤き真実に到底及ばぬ。彼らがいくら確かな死亡を見たと主張しようとも、人間界に赤き真実は存在しない。死体が存在しない以上、夏日は彼らのその言い分を見間違い、トリック、もしくは彼らが全員嘘をついているなどでいくらでも延々と言い逃れが可能なのだ。赤き真実なき人間界においてパーペチュアルチェックは最も有効な一手。延々と相手を否定し合っての水かけ論、千日手、美しくないわ。ですが、しかし美しさとは勝利の先に望むもの、勝利を得ぬ者が欲すれば毒にしかなりません。勝てば官軍というでな。私にとっては美しくなくても、後悔者の魔女たちはそれを退屈しないと呼んで好むのかしらね。なるほど。今回のゲームの流れを把握しました。随分といやらしいものになりそうですね。百も承知よ。そして私たちはすでに夏日がこれからさらなる罠に誘い込まれるだろうことを知っている。罠？
うん、ラムダデルタ教が生み出す19年前の男を名乗る何者かがすでに夏日を脅迫している。もうじきの午後1時にとある客室のクローゼットの中に入り息を潜めよと命じているのだ。クラウスを人質に取られ夏日は逆らえん。なるほど、必要ですね。かばいきれますか？無論よ。何しろ夏日は犯人ではないのだからな。いくら犯人扱いしようとも真実も幻想も我らに味方する。負ける道理などないわ。それはどういう意味ですか？私が疑わしいというのですか？先に抜けられて自室に戻り、朝まで部屋を出なかったというお話は賜りました。しかしそれを証明していただかないとアリバイにはならないと申し上げてるのです。証明？どうやって？どうやってでも結構です。客観的にあなたには犯行が不可能だったと証明してもらえれば結構なのです。他の皆さんは協力してくださっています。夏日さんもそう邪険にされず、どうかアリバイとその証拠を示してもらいたいと思いまして。そうよ、夏日姉さんには丸一晩の空白時間があるのよ。先に休むと言って会議を抜けゲストハウスへ行き、ジョージたちを襲ったかもしれない。バカなことを言わないでください。どうして私がジョージ君を、そして何より自分の娘を殺さなくてはならないというのですか？落ち着いて。私たちは等しく疑われてるわ。悲しいけど潔白の証明は各々がしなくてはならない。ああ、俺たちだって疑いを晴らそうと必死に昨夜のアリバイ立証に頭を悩ませてるんだぜ。夏日さんかて疑われて面白いはずもあらへん。悔しいと思うなら自分の潔白を証明する何かを探すのが先決とちゃうか？私が昨夜一人で先に休んだからと犯人と決めつけようとする悪意。こんな屈辱にはこれ以上耐えられません。へえ、耐えられなきゃどうするの？あなたの無実を証明するアリバイを何か示してみせなさいよ。そんなものないくせにジョージを返して、この人殺し。予算かエヴァ。夏日さん、あんたも少し疲れてるんや。もちろんそれはわしらもや。少し楽にせんか？だな、俺たちは少し気を張りすぎだ。夏日おばさん、どこ行くんだよ？アリバイ探しも犯人探しも実に滑稽です。台風が過ぎ警察が来れば全てが白日のもとにさらされるのです。私たちが探偵ごっこをする理由など何もない。違いますか、エリカさん？一般論的にはそうですね。ですが私にはそれをする権限がありますので。私は退出します。警察が来るまで皆さんのくだらない問答にも付き合うつもりはありません。私を疑うならどうぞご自由に。それを疑い晴らすことも私は警察に委ねますので。
夏日さん、一人になるのは危険だ。ここにみんなで一緒にいた方が。いいじゃない、それも立派な証明かもよ。これで夏日姉さんが自室で殺されてたりしたら、それも立派な無実の証明だわ。よせよ姉貴、夏日さんも俺たちも少し一服した方がいいだろうよ。明日まで体が持たねえぜ。一服はしても油断はせずいいね。明日どころか今夜も越せないかもしれない。夏日おばさん、部屋へ帰るならしっかり施錠して窓も鎧戸を閉めて安全にしててくれよ。俺は誰も疑いたくない。そしてそれ以上に、もうこれ以上誰にも犠牲になってほしくない。ありがとうバトラ君。では私は部屋に戻ります。ゴーダ、あとは任せますよ。お客様にせめてこのような状況ではあってもご不自由をおかけしないように。はい奥様、心得ております。